新ちゃんの家が爆発？まあ来週から元通りやろ。確か火災保険に入ってて助かったみたいな話だったよな。実質立て直しか。またずれそうの話は面白いからセーフ。こち亀ですら1ヶ月はかかったんだよな。五郎さんとかおったよな。四郎無断。これほんと好き。ゆうちゃんは処女なんやろか。趣味でバンドやってるんやぞ。三郎さんって最終的に東大受かったんやろ。東京カスカビアン大学や。長いようでアニメの構想期間では3ヶ月しかまたずれそう期間がないという。嘘やろ、1年ぐらいやってた記憶あるわ。隣のアパートに住み込むんだっけ。ガッカマンでホイッと漏れたガスに点火する回式。次の話で即復活してると思ったらビビったわ。松坂先生の婚約者がテロリストに殺害された？まあ来週から何事もなく仕事してるやろ。マジでファってなったわ。またずれへんすこ。リアルに言って言ったわ。オカマをアニメで消されたのがかなり効いたのか。またずれそう編終わったらどんどんつまらなくなってったよな。またずれそう編って人気あったんか？最初はみんな戸惑った、期待されてなかったけどパターンや。野原一家が黒焦げになってたのはかすり傷レベルまで治ったのに家は消し飛んだままで草。またずれそう編ってテコ入れなんか？面白すぎるやろ。なお大工が天才すぎて過去の家の破損や汚れも全部再現した模様。なぜか隠し扉が新しく追加された模様。クレシンは結構設定引き継ぐよな。車も買い替えたエピソードやったらずっとその車やし。まさか爆発させて家跡形もなくするとは思わんやろ。多分作者の中で何かあったんやな。